いつもお世話になっております。今回は再生返礼式一層の解説動画になります。最初にマーカーや基本3回とペアの参考例です。次に基礎知識です。闇の戦技という技ですが、ボスのエフェクトにより対応が異なります。真ん中で光ったら全員個別にビームが来ますので8方向3回します。ボスの両横で光った場合 DPS4 人に頭割りが来ますのでペアで処理します。片方だけ光る場合、光った側半分に範囲が来ますので避けましょう。またノーマルでもあった暗黒天空の床ですが、2人以上重なるとほぼ猶予なく落下しますので注意してください。それでは行きましょう。放射式波動砲、全体攻撃です。闇の戦技、これはボスのエフェクトで8方向3回かペア3回を判断します。ボスの両横が光っていますので DPS4 人に頭割りが来ます。ペアで処理します。1回目はランダムで、2回目は来てない方が来ます。真ん中で光っていますので全員個別にビームが来ます。8方向3回します。闇の侵食、タンクは炎症中にスイッチしましょう。1発目で暇砲ダメ増加デバフ、2発目で強攻撃直線範囲ビームです。暗黒森林、全体ダメージとフィールドチェンジ。闇の反乱、暗黒森林、アニメーションで解説します。これはやり方の一例ですが、私たち固定が初日にやっていた方法で3回位置にこだわらず、単純に南北で平坦 DPS で分かれてずれ違う方法です。まずノックバックの後、プレイヤーの足元に茨の沼が出ます。次にボスから外周に線がつながります。つながった方角から合成弾という巨大円範囲が来ますので覚えておきます。一番近くの茨と DPS と平坦で2本茨がつながります。これは離れると切れるので離れて切りましょう。切った後は先ほどの巨大範囲のアンチへ移動します。まずはここまで。ノックバックから弾頭の位置で茨の沼を捨てます。捨てたら中央付近へ行き、合成弾の方向を見ます。その後茨がつきますので DPS は南へ、平坦は北へ移動します。勝手に切れますので切れたことを確認したら合成弾のアンチへ移動します。続いて降車式または降格式跳躍波動砲、霊式が来ます。降車式の方をアニメーションで図示します。まずボスが外周に行き、ボス中心の円範囲攻撃が来ます。その後それぞれのタンクに円範囲攻撃、ヒラに頭割りが来て、最後に広範囲の前方奥義範囲が来ます。降格式は最初に広範囲の前方奥義範囲が来て、それぞれのタンクに奥義範囲攻撃、ヒラに直線頭割りが来て、最後にボス中心の円範囲攻撃が来ます。降車式跳躍波動砲、霊式ですね。ボスが外周行ったらまず円範囲です。その後タンクはそれぞれ1人になり、その他は33で分かれます。最後に奥義範囲が来て終わりです。放射式波動砲、全体攻撃です。闇の戦技、二重。炎症中のボスのエフェクトと順番に注目します。右手側範囲から8方向3回ですね。先ほど降車式だったので、今度は来てない方の降格式跳躍波動砲、霊式ですね。前方奥義範囲からタンクに奥義範囲、ヒラに直線頭割りが来て、ボス中心から円範囲で終了です。闇の侵食、タンクは炎症中にスイッチします。
国天空。またフィールドが変わります。ノーマルと違い使用できるマスが12枚になります。マスがノーマルに加えて2名以上で乗るとすぐ落下するようになっています。闇の反乱、暗黒天空、それぞれの使うマスはこのような3回で1マスをシェアする形になります。まず波動の呪詛というデバフがつき、時間経過でプレイヤーの前方から前方範囲が出ます。東西南北に波動雲が出現し、ボスの方へ吸引されますので吸収される前に倒します。またボスと雲の間にいると雲はヘビーがかけることができます。雲を削り切るくらいで呪詛が発動するので、ヒラ遠隔組は横に、近接組はそのまま雲を殴り続けていれば OK です。次にドーナッツ範囲が来て、左右半分の闇の戦技が来ますので順番に片側に寄りましょう。片側範囲を避けたら、次は8方向3回かペア3回が来て終了になります。全員に波動の呪詛デバフがつきます。東西南北に波動雲が出現します。ボスの波動雲吸引の影響で雲がボスの方へ移動します。呪詛が発動しますのでプレイヤーに当てないように捨てましょう。操作式波動砲、ボスからドーナッツ範囲が来ますので中央のマスに入るように移動しましょう。闇の戦技、ここは確定で左右どちらかの範囲が来ますので重ならないように移動しましょう。闇の戦技、ここは8方向3回かペアで頭割りが来ます。しかしペアの場合同じマスではなく近くに寄り添いましょう。闇の大反乱、全体攻撃の後フィールドが戻ります。召喚、外周に分身がボスに対して斜めと垂直に2体出現します。それぞれがボスと同じ範囲を打ってきて、フィールドの8分の1がアンチになるギミックです。ボスが向いている方を来たとして、この場合右側が光っているので右半分に範囲が来ます。次に外周に2体分身を召喚しているので、それを順番に探していきます。説明の都合上アンチ側に1から4の番号をつけます。そしてアンチ側の外周の分身が出現する可能性がある場所にも1から3の番号をつけます。さらに大前提としてアンチは絶対に8分の1になることを覚えてください。それでは見ていきます。アンチをボスが向いている方を来たとして、アンチ側を順番に見ていき、1に分身がいたらアンチは1になります。1にいなくて2にいたら2です。同様に3にいたら3がアンチになります。そして1から3どこにもいなかったら4がアンチになります。またこれはボス本体が斜めの時でも同じようにできます。実際に確認してみましょう。A を向いていて右側が範囲ですね。とりあえず範囲側の分身は無視します。アンチ側で北から探すと3の位置にいますね。ですので3がアンチです。闇の侵食、タンクは炎症中にスイッチします。闇の戦技30、炎症中のボスのエフェクトと順番に注目します。左右ランダムの後8方向またはペアで最後に1回目に来てない左右が来ます。暗黒森林、
全体ダメージとフィールドチェンジ。闇の反乱、暗黒森林。ノックバックの後足元に茨が出て線がつながり、一人用の塔が8個出現します。これは前半と同じ3回をして、同じ北に DPS、 南に平坦で反対に向かい線を切り、内側が近接組、外側が遠隔組で塔へ入ります。波動級、一人用の塔が8個出現します。先ほどと同じように線を切ったら、内側が近接組、外側が遠隔組という風に入ります。広角式または降車式跳躍波動砲、霊式、どちらが来るかはランダムです。放射式波動砲、全体攻撃です。合成弾、南北か東西外周に線で結ばれたところから巨大円範囲が来ます。すぐ来ませんので縦か横か確認しておきます。闇の戦技、二重。一つ目は左右どちらかが来て、二つ目は8方向かペア受けです。一つ目は、合成弾の範囲とほぼ同時に来るのでアンチは狭くなります。避けた後8方向、またはペアで処理します。闇の侵食、タンクは炎症中にスイッチします。暗黒天空、フィールドが変わります。闇の反乱、暗黒天空。前半と同じですが、戦技の数が増えています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をポチってしていただけるとモチベーションが爆上がりします。どうかよろしくお願いいたします。